12番数列です数列とは言いましても要するに数遊びです。条件を具体的に言ってみると30以下の数を1回ずつ使ってある数列を作りなさいと。数列の条件はある数に何かかけて何かで割って何かかけて何か割ってっていう約数倍数約数倍数でつながっていく数列を作りなさいっていう問題です。で じゃ、どんな数が使いやすいかというと。ええー、ちっちゃめの素数っていうのは。逆数になりやすいです。で、倍数になりやすいのは、いろんな数で構成されている、素因数分解すればいっぱい出てくるような数です。で、使いにくいのは。でっかめの素数です。これはも、何かけても、どうにもならないので、邪魔です。じゃ、もう、具体的にも、こういう問題は手を動かして、考えてみるしかないです。 ねスタートは1なんで奇数でスタートして何かかけて何かで割ってってことなんですけど、ね、この辺の数11と22とか13と26っていうのはまあ一応30の中に約数と倍数はありますけどまあ次には続きにくいですね。逆に1とか2とかっていうのはすごい何,か何の約数にでもなれるんで。 すすごいい次につながりやすい数ですで。こういう数をは繋がりにくいので端っこに使って2でなん無理やりつなげて何倍かして14何かで割って74かけて287で割って4みたいな感じで繋げていってもう無理やり数列作っていました。でもう最後の方25とか出てきたらもうどうしようもないのでもうとりあえず約数。 何でもリセットしてくさん最強のリセットさんの位置を使って次、まあ、この使いにくい数22を使ってもうこれ以上続かないと。でやった答えが23個の数列ができました。えー、もうこれ証明の仕様がないので、えー、もっと長い数列ができたっていう人は教えてください使ってない数はこのめんどくさい素数と152112だけです。